私は給油するときに何を思ったか、あ、軽自動車だよね、じゃあ軽油だよねって思って入れたんですよ。バカだよね、今思うとすごいバカ。食べるクラブ、皆さんこんにちは、レナカさんです。これからのこの食べるクラブのチャンネルの日本語バージョンの運営とあと内容についてご報告していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でね、今日はねここで今コーヒーを入れていきたいと思います。なんとなくね、なんか作りながらがいいかなって思ったので、そんな感じでやっていきます。スペシャルブレンド、豆引くところからやっていきたいと思います。はい、でですね、気楽にすごい聞いていただければいいなって思ってるんですけど、前回7月の7日に、発信をさせていただきました。配信させてもらったら、もうね今日9日なんですけど、すでにもう200回以上見てくださってて、すっごい嬉しいなっていうのと、あとですね、何気に私 の家族からいろいろコメントもいただきました。もちろんコメント欄にねすごいいただいて嬉しいなって思ったんですけど、母からはちょっとね顔が緊張してるわよとか、早口だからもうちょっとゆっくり喋りなさいとかね、なんかそういうねすごい愛情あふれるアドバイスをいただきましたね。あとね、可愛いって、娘は可愛いんですね、この年になってもそう思ってもらえるのはすごく嬉しいです、感謝してます。私3人兄弟の長女なんですけど、弟がいます。11個離れてるんだけど、そのね弟もめっちゃいい子なんだけど、その弟がですね今朝くれて、見たよってあ、見てくれたんだとか思いながらで、なんかこうこの交換音ちょっと大きいからねとか、あとでなんかうんうんとか言いながら突っ込みながら聞いてるよとかって言ってくれて、なんかそういうもちろん視聴者さんからの反応すごい嬉しいんですけど、家族には私が最初 YouTuber になった時にすっごい秘密にしたんですよ。もう言いたくなくって、恥ずかしすぎて、もう家族には絶対言わないと思ってめっちゃ黙ってたんですけど、やっと言えるようになってきました。皆さんのおかげです。内容に移らせていただきたいと思います。最初の5回は、添加物シリーズやっていこうと思います。で、添加物って、まあ、みんないろんなのに入ってるよねっていうの知ってると思うんですけど、で私もブログにこの間書かせてもらったら、絶対入ってるから結構そうするとなんかすごい食べ物を選ばなきゃいけないなとか、ネガティブな要素もあるじゃないですか。だからそういうの聞きたくない人多いかなと思ってたんですよ。でも実際そのブログ書いてみたら、あ、すごい知れてよかったとか、勉強できてよかったですとか、やっぱりそうですよねっていうのとか、あとお母さんたちからの反応とかもあって、あ、すごい書いてよかったなって思ったんですよね。でやっぱりその自分が大切にしていることをこの食べるクラブではすごい共有していきたくって、人生が良くなるように食べるっていうのをすごい考えてて、でみんなの幸せをそれぞれの人がね追求するには、やっぱり健康ってすごい大事だと思うんですよ。でそれにはやっぱり安心安全なつながりとかをここでも作ってもらいたいですし、あとはやっぱり体にいいものを食べてもらって毎日を健康にしてくれたらいいなっていうのがすごいあるので、そこはねちょっと追求していきたいなと思っております。例えばトランプ大統領をすごい支持している方たちっていうのは、アメリカの FOX ニュースっていうやつをすごい情報源にして見てらっしゃるっていうのをね知ったんですけど、でも反対側の民主党の方たちは、まあ、CNN とかで有名どころを見たりとかして、もうそもそも情報源違うよね。じゃあやっぱり判断するものって違ってくると思うし、あとすごい投票っていうのがすごいいい比喩だなと思ってて、で毎日じゃあこのコーヒー飲みますかとか、何時に寝ますかとか、あと仕事に行きますかとかもそうだし、全部その自分でやってることって何に投票してるっていうことと一緒だなって思ったんですよ。そうそう、でっていう時にやっぱり正しいっていうか、その情報をねどっから入れてるかで、その投票行動ってもちろん変わってくるので、どういうね情報を私はみんなと共有したいかなって思った時に、やっぱり健康になれるものを大事にしたいなっていうふうに思いました。蒸らします。ただなんか完璧を求められるとすごい嫌なんですね。私もそんなのできないし、私も全然食べてますし、ただそういうのを選んで、あ、でもこの時はこういうのちゃんと選ぼうっていうのを自分で知るってことがすごい大事だなって、基本だなって思ってます。健康な体がいいじゃないですか。私のね大好きなおばあちゃん、今年の1月から倒れて寝たきりになっちゃったんですよね。90歳も過ぎてるんですけど、
でもそれまでは自分で生活できてたんですよ。でやっぱり寝たきりになっちゃって、もう7ヶ月、本当に7ヶ月経っちゃったんですけど、まあ、よく会いには行ってるんですけど、なんかね、やっぱりそのベッドの上の7ヶ月なのか、自分の好きなことをしながらの7ヶ月なのかってすごい違うなって本当に実感として思ってるので、だからやっぱり健康は大事だなって思ってます。これね、すごい、なんで添加物って言った時にちょっと笑っちゃう話かもしれないんですけど、私の免許取った時の話なんですけど、もちろん免許取りました、車はないです、で車借ります、で行きました。でね、ガソリンスタンドで最後給油をするわけですよ。給油する時にね、その時借りてたのが軽自動車だったのね。軽自動車ですよ。で私は給油する時に何を思ったか、あ、軽自動車だよね、じゃあ軽油だよねって思って入れたんですよ。バカだよね、今思うとすごいバカなんだけど、知らなくって本当そう思ったんですけど、それで軽油入れちゃいました。でエンジンかける前に、あ、待てよと、そこにレギュラーと配慮もあるぞと、で軽油だから軽油、私は単純に入れちゃったけど、これで本当に良かったんだっけってちょっと思ったんですよね。でエンジンひねる前に一応聞いたんですよ、店員さんがいたから。あそこセルフのところだったんですよね。聞いたら、あ、それまずいですってなって、動かさないでくださいってなって、それでもちろん借りたところにもお電話し、すいません、ちょっと私の勘違いで軽油入れちゃったんですけれどもと、あ、でもこれだったらエンジンかけちゃいましたって聞かれたんですよ。でエンジンはまだかけてないんです。あ、それなら良かったです。その軽油抜いてもう一回ちゃんと綺麗にして入れたら大丈夫だから大丈夫ですよって言われて、もちろんね、その使えなくなる費用とかをお支払いしたんですけど、そこですっごい学ばせてもらったわけですよ。軽油ね、いくら置いてあるからといって軽自動車に軽油は入れちゃいかんぞと分かったわけですね。はい。でこれって例えば人間も一緒で、メンターボだよとか、ちょっと最近睡眠がよく取れてないなとか、あとはなんか疲れちゃうなとか、いろんななんか不調って、頭痛がするとかあるじゃないですか、ちっちゃいものが。でもそういうの起きてる時に、じゃあ薬飲んで治しますって なるっていうことは、治してるんじゃなくってその症状を抑えちゃってるんですね。感じなくさせて麻痺させてますっていうことなんですよ。まあその体はそれでも動いてくれるからいいけど、もっと車みたいなやつは壊れちゃう。でも人間の体だってメタボになっちゃうっていうのは壊れちゃってるのと一緒なので、だからね、そういうのをやっぱりいいものをちゃんと正しいものを取った方が良くなるよねって。車ほどなんか機械的に人間の体はできてないから、すごいいろんな細胞が頑張ってくれて私たちの体を支えてくれてるけど、でもやっぱりさ、合ってるものを食べた方が体も喜ぶし、そもそも元気で健康でずっといれられるならその方がいいよねって。でそのためには知ること必要だよね。だから添加物のこともちょっと抵抗あるかもしれないけど発信してみようかなって思いました。はい、そうなんです。だからね、聞きたくないなって方はもちろんその選択肢はあなたにあります。大丈夫です。そうそう、私も全然完璧なんてできないんだけど、でも知るっていうのは大事かなと私が思うので、この食べるクラブではそういうことも共有して、じゃあその5回学びました、で何食べたらいいのってなった時に、じゃあ私はこういう風にやってるよっていうのを、調味料使ってますとかっていうのをね、すごい発信できたらいいなって、紹介共有できたらいいなって思ってて、でそれってすごいね、子供の頃にパレットにいろんな絵の具をこう垂らして、あ、この色こうなるとかって楽しかったじゃないですか。私はすごい楽しかったんですよ。で全部混ぜたらどうなんだろうとか思って入れると、なんかすごいグレーっていうか茶色っていうか、なんか、うん、この色かみたいな色になるんですけど、それも実験で、で本当になんか赤と青を混ぜたら紫になったとかっていう楽しかったのと一緒で、調味料もじゃあ油とお塩とあとお酢を入れたら基本的なドレッシングの3要素になるんだねっていうのが分かったら、それをアレンジしてみるとかするとすっごい楽しくて、バラエティが広がって、しかも自分の味とかその日の体調に合わせてね、いろいろ作れるからすごい楽しいんですよ。なのでそういうこともね、その後にどんどん共有していけたらいいなと思ってます。この間投票行ったんですよ、都知事選にね。ちゃんと投票してきました。
で、やっぱりそうそう投票なんですよ。何に自分がいいと思って行動してるのかっていうのが、その本当毎日のことで、で例えばなんですけど、あ、じゃあ旅に出よう、大阪行こうとか思うじゃないですか。でもなんか出てくるサインが、あの車でね、例えば運転してて標識が出てきた時に、あ、なんか宇都宮来たとか、あ、なんか水戸来たとか、あとはなんか福島っていうの出てきたとか言いながら、あれなんか八戸っていうところまで来たぞってなったら、え、反対方向じゃんっていうのが後で分かったより、先に分かった方が、じゃあ名古屋方面だよねっていう、こうなんていうの、静岡だよねとか、こう折り返しが いっぱい行っちゃったら、いっぱい戻ってこなきゃいけないけど、できればこのスタートから知ることで、ちゃんと目的の幸せっていう、ちゃんと大阪だったら大阪とか京都とかって行けるわけじゃないですか。だからこうできるだけ無駄なことをせずに、こっちの行きたい方向に行けたらいいなっていうのがあるので、まあそんな感じでこれから、5回は添加物シリーズをやって、それから調味料シリーズに入っていきたいなと思ってます。で、あとなんかね、本当コメント苦手なんですけど、書きましたとかね、書いてくれる人もすごいって嬉しいし、あと頑張ってくださいとか入れてくれる人も嬉しいので、こんなこと知りたいよとか、なんか喋ってほしいなっていうことがあったら、コメント欄に入れてください。すごい嬉しいです。あとね、すごい励みになってます。もうね、200人以上の方が見てくれてるって思うと、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということでね、今回いろいろお話ししましたが、これから食べるクラブはそんな感じで運営させていただこうと思ってます。ではまた次回の食べるクラブで、あ、そうそう、毎週ね水曜日にやりますので、チャンネル登録とグッドボタン、はい、よろしくお願いします。ではまたね。